宮部後半は、元スピードスケート選手で、日本オリンピック委員会職員。1992年、アルベールビルオリンピックスピードスケート男子1000メートル銅メダリスト。同じく元スピードスケート選手の宮部康則は実刑。東京都葛飾区出身で5歳の時父親の転勤により、釧路市へ転居、本格的にスケートを始める。中学1年時に、 埼玉県へ転居、埼玉県立カスカベ高等学校から、青山学院大学を経て、三強世紀入社、前述の通りアルベールビルオリンピック代表となり1000メートルで、銅メダルを獲得、500メートルでは18位、1500メートルでは9位となった。2年後のリレファンメルオリンピックでは1000メートル14位、1500メートル21位だった。1994。 1995年シーズンの ISU ワールドカップ1000メートルで種目別総合優勝を達成した。1999、2000シーズン後に現役引退後は JOC の海外派遣事業により、オハイオ州立大学大学院に留学し、スポーツマネージメントを専攻、帰国後2005年に JOC 職員となった。2014年ソチオリンピックは、 本部スタッフとして選手団のサポートを担当した。2017年3月7日、東京都内の病院で死去。48歳没。死因は不明。ありがとうございます。